お笑い芸人小籔和豊が明日23日放送の読売テレビ今田耕司のネタバレ MTG 毎週土曜前11時55分関西ローカルに出演し不登校について試験を述べる写真不登校めぐって大激論橋本徹も主張番組では岡田正輝高畑充希の結婚発表をはじめ斎藤元彦氏が再選を果たした 兵庫県知事選などをめぐってトーク。さらに、全国で増え続ける、不登校、についても大激論となる。文部科学省が公表した調査によれば、昨年度、全国で不登校状態にある小中学生は前年と比べて約16%増え、過去最多の34万6482人だという。2017年に、 教育機会確保法が施行されたことも背景に保護者の間で無理して学校に行く必要はないという意識が広まっているとする見方もある。橋本徹は今の学校のカリキュラムは集団で学ぶことを過度に求めすぎている。これからは個人の能力に合わせてカリキュラムを作る時代と主張。小屋部は学校も飛び級をやればいい。 飛び級できない子がかわいそうと言うけど、社会に出たら飛び級しまくってる人がいっぱいいる。と提言する、出演、MC 今田耕二、進行、月手はちみ蜜、林真央、読売テレビアナウンサー。パネリスト、森シエリ、山内鈴、小部和豊、柳部村、ザプラン9、パーティーパーティー、平川キムキム、杉村太蔵。 弁護士橋本徹芸能リポーター長谷川雅子